2020年10月20日の日本ハム戦は雨で中止になりました。先発予定の古谷君、これで3回目の中止だよ。オープン戦も入れたら4試合目、本人はまだ1試合しか投げてないのに、なぜそんなことが起こるのでしょう。前世でなんかしちゃったのかな、前世でなんかしちゃったのかな。僕たちはいつになったら古谷の初先発を見れるでしょう。選手の皆さんは疲れてるはずだから、今日はゆっくり休んでね。明日から西武戦があるからね。みんなで応援しに行こう。西武ドームは冬になったら寒いから、厚着をしていきましょう。明日も全力で応援して、明日からずっと勝とう。ありがとうございました。